や上門公園は、南海トラフ地震に対応する高知市の大規模防災公園です。6000人が3日間必要な飲料水を確保できるそうです。イルカとクジラの大型複合遊具が人気です。2020年6月15日にオープンした新しい公園です。広さは4ヘクタール、6から12歳向けの遊具を設置したわんぱく広場や、1から6歳児向けのちびっこ広場など、8つの広場に分かれてます。所在地は、高知県高知市高12-1です。ご利用方法は、ゴミは必ず持ち帰る、犬のリードは離さない、犬の糞は持ち帰る、火は使わない、近隣に迷惑をかける行為は禁止です。バイクや自転車などの車両は乗り入れ禁止です。駐車場は34台です。今現在、注意するのは、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐため、公園で子どもが密集しないようにご注意が必要。また、利用後の手洗いなど感染予防を心がけましょう。ありがとうございます。